ー・ーを超えるる次世代スケーターは現れるのか。日本のフィギュアスケート界の進化と課題、羽生結弦がフィギュアスケート界に残した影響は計り知れません。彼はその優雅な演技と技術的な卓越性で、世界中のファンを魅了し続けてきました。しかし、2022年に彼が競技生活を引退したことで、多くのファンは一つの大きな疑問を抱くようになりました。果たして、彼の後継者は誰なのか そして、日本のフィギュア界は今後どう進化していくのか彼が作り上げたフィギュアスケートの新しい基準を誰が引き継ぎ、さらなる高みへ導いていくのかこれらの問いは、フィギュアファンにとって非常に興味深く、時に不安を伴うものです。現在、羽生結弦の後継者として最も期待されているのは、若きスケーターの鍵山優真です。鍵山は、 2022年の北京オリンピックで銀メダルを獲得し、フィギュア界にその名を広めました。彼は羽生のように技術的な卓越性と表現力のバランスを追求しており、今シーズンは特に表現力の向上をテーマに掲げています。しかし、羽生が築いたものを継承するということは、単なる技術やパフォーマンスだけではなく、その人柄やファンとのつながり、そしてスケート界全体に対する影響力も含まれます。 この重責を担うことは、鍵山にとっても大きな挑戦です。一方で、女子のエースである坂本花織もまた、日本フィギュア界の未来を支える存在として期待されています。彼女は北京オリンピックで銅メダルを獲得し、その後も世界選手権で3連覇を達成するなど、安定した実力を誇ります。彼女は今季、ジャンプ構成を見直し、新たな挑戦に挑む決意を固めています。 彼女のジャンプは技術的に高度であり、特にその安定感が高く評価されていますが、さらなる進化を遂げることで、より多くのメダルを日本にもたらす可能性があります。2026年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックを控え、今シーズンはフィギュア界にとってプレシーズンとなります。このシーズンでのパフォーマンスは、各国が来年の世界選手権でオリンピックの出場枠をかけたおののいに向けて重要なステップとなります。 日本のスケーターたちはこのチャンスを最大限に生かし表彰台を目指してトレーニングに励んでいます。しかしフィギュア界全体を見渡すと日本にとってもう一つの大きな挑戦が見えてきます。それはロシアの選手たちの存在です。ウクライナ侵攻を受けて国際オリンピック委員会 IOC はロシア選手の国際大会出場を禁止しましたが。 その一方で多くのロシア選手が他国の国籍を取得し、競技会に参加し続けています。これにより、日本のスケーターたちは依然としてロシア勢との競争を避けられない状況にあります。例えば、ソフィア、サモデルキナというモスクワ出身の女子選手は、母親の母国であるカザフスタンの国籍を取得し、ミラノ五輪を目指しています。彼女のようにロシア国内で将来を嘱望されていた選手が、 他国の代表として出場するケースが増えており日本勢にとって大きな壁となる可能性がありますこのような状況で日本フィギュア界がどのように対策を講じていくのかが注目されます日本はこれまでも技術的な向上やパフォーマンスの完成度で世界のトップを争ってきましたが国際的な情勢や選手の国籍変更といった新たな要素が加わり競争はますます激化しています特に フィギュアスケートは技術だけでなく、芸術性や表現力も重視されるスポーツです。羽生がその頂点を極めたように、次世代のスケーターたちもまた、技術と芸術性の両方で輝きを放つことが求められます。フィギュアスケートの歴史を振り返ると、常に新しい才能が現れ、スポーツを進化させてきました。例えば、 羽生結弦自身も幼少期には高橋大輔や荒川静香といった日本の先駆者たちから多大な影響を受けて成長してきました。彼がそのキャリアを通じて築いたものは、単なるメダルの数や記録だけではなく、後進のスケーターたちに対する道筋を示すものでした。鍵山や坂本が今後どのように成長し、羽生が作り上げたレガシーをどのように引き継いでいくのか、彼らの歩みはファンにとって非常に興味深いものとなるでしょう。また ファンの期待は、ただ単に結果だけを追求するものではありません。フィギュアスケートは、スポーツと芸術が融合した特別な競技であり、選手たちが表情で表現する物語や感情が観客に深く響くものです。羽生が引退後も世界中のファンに支持され続けている理由の一つは、彼の演技が単なる競技パフォーマンスではなく、心に訴えかける芸術作品であったからです。今後の日本フィギュア界がこの、 物語性をどのように引き継ぎ、発展させていくのかもまた、重要な課題となるでしょう。さらに、近年のフィギュアスケート界では、新しい技術やトレーニング方法の導入が進んでいます。例えば、AI 技術を利用した分析やバイオメカニクスを活用したトレーニング法など、科学的なアプローチがますます注目されています。これにより、選手たちはより効率的に技術を磨き、 身体的な負担を軽減しつつ、パフォーマンスを向上させることが可能となっています。日本の選手たちもこうした技術を積極的に取り入れることで、競争力を高めています。今後、これらの技術がどのように発展し、日本のスケーターたちがどのようにそれを活用していくかは、大きな注目ポイントです。最後に、ファンとしての視点から言えば、私たちはただ次の羽生結弦を求めるだけではなく、 彼の影響を受けた新しい世代のスケーターたちが、どのように自分たちの道を切り開いていくのかを見る楽しみがあります。鍵山優真や坂本香織、そして他の若手スケーターたちが、それぞれの個性と才能を持ち、フィギュアスケートという芸術を新たなステージへと導いていく姿を見守ることは、ファンにとって特別な経験となるでしょう。羽生が築いた基盤の上に、次の世代がどのような物語を描き出すのか。 それはフィギュアスケートという競技の未来を占うだけでなく、私たち一人一人がスポーツと芸術の融合をどのように楽しみ、感動を共有していくかという問いでもあります。結局のところ、羽生結弦の後継者は誰かという問いには、単純な答えは存在しないのかもしれません。それぞれの選手が彼の影響を受けながらも、自らの道を進んでいく中で、羽生が残したレガシーは形を変え、広がり続けていくでしょう。 そしてその先に、フィギュ羽生譲の後継者を探るという問いは、単に次のスター選手を指名するだけではなく、フィギュアスケートというスポーツそのものの進化を考えることでもあります。羽生が築き上げた基盤は、彼一人の力ではなく、彼が受け継ぎ、そして次の世代に伝える、伝統ともいえるものです。彼の後を継ぐ選手たちにとって、その重みは計り知れないでしょうが。 一方でそれは彼らに大きなインスピレーションを与えるものでもあります。例えば、鍵山優真の成長は、彼が羽生を追いかけ、彼の足跡をたどりながらも、自分自身のスタイルを模索してきた証と言えるでしょう。彼の技術的な能力はすでに世界トップクラスに達していますが、それだけではなく、彼の演技に込められた感情や物語性が、これからの彼のキャリアを彩る鍵となるでしょう。羽生が持っていた、 観客とのつながりという側面を、鍵山もどのように自身の演技に取り入れていくのかは大きな注目点です。坂本花織もまた、羽生とは異なる道を歩んでいますが、その挑戦心と努力は彼女を羽生に続く日本フィギュア界の次なる顔に押し上げる可能性があります。彼女は、自分のスタイルを常に改善し、リスクを取って新たな技術に挑戦しています。特にジャンプの安定感と力強さにおいて、 彼女はすでに世界トップクラスの評価を得ていますが、さらに表現力を高めることで、より多くの人々の心をつかむことができるでしょう。羽生のように、技術だけでなく、芸術としてのスケートを追求する姿勢は、坂本や他の日本選手たちにとっても重要な要素となるはずです。また、日本国内におけるフィギュアスケートの人気は、羽生が牽引したこともあり、ますます高まっています。これにより、 若い世代のスケータータたちがが続々ととしてくることが期待されます例えば、ジュニアレベルで活躍する選手たちの中にも、将来的に羽生に匹敵する才能を持った選手が現れるかもしれません。彼らは羽生の成功を目の当たりにし、彼の影響を受けながら自分自身の道を切り開こうとしています。このように、日本フィギュア界は現在、新旧の選手が入り交じりながら進化を遂げています。 羽生結弦の後継者という問いに対する答えは、単に一人の選手に限られるものではなく、複数の選手がそれぞれの個性と才能を発揮しながら、日本のフィギュアスケートを次のステージへと導いていくことになるでしょう。そして、彼らがどのようにして羽生の築いたレガシーを継承し、さらなる革新を生み出していくのか、その過程こそがフィギュアスケートファンにとって最大の楽しみとなるのです。